はい、いくらすだめんふえせんしゃんしゅえるゆ。3. 复习。いくらすだめんふえせんしゃんしゅえるゆ。3. だ复习。イエイ。ハオ大家好、おすいかす、どうも。やっほー。大家辛苦啦。老师辛苦啦。まあ、大家第六回影片啦。如果大家想要学习的话，从一开始看，一个一个看的话，真的可以学到有入门。因为这个内容是我在补习班或者是大学教的内容跟一样的事情，所以如果大家想学入门，或者是大家的朋友想学入门的话，请给他看。嗨，那就马上开始吧。嗨，一个老师的免费线上学日语三复习，这个内容就是我在学校教的内容，所有的东西就免费的教给大家，请大家看。然后呢，为了继续这个系列。请大家按赞，现在按赞，然后分享，分享给想学日文的人。然后我有 Facebook 的粉丝团，也有 Instagram， 请大家追踪一下。嗨，那就马上开始喽。这个第三课学的内容大家记得吗？这里、那里，对不对？嗨，じゃ复习一下。说话的人附近的地方叫做这里，怎么说？ここ、ここ。はい、那么接着，如果是听话的人的附近的地方，叫做什么？そこ、そこ。はい、如果是离两个人远的地方的话，叫什么？あそこ、あそこ。可以的话，请大家说出来。这样的话，里面的发音是可以练习。然后还有一个，两个人在一起的时候，最近的地方是ここ，然后远一点点そこ，再远。あそこ这样子，所以这个有两个范围呢。那复习一下，こそあど、こそあど，ね，入门的这个范围的事情。我们第二课学的事情是东西的事情，对不对？这个时候，こそあど是什么？これ、それ、あれ、どれ？これ、それ、あれ、どれ？然后这一课学习的是地方的事情，嗨，ここ、そこ、あそこ、どこ。再次，ここ、そこ、あそこ、どこ。如果是礼貌一点的讲的话，嗨，怎么说？还记得吗？こちら、そちら、あちら、どちら。こちら、そちら。あちら、どちら、OK？ はい、所以这个全部都是こそあど、はい、はい。那么我们复习一下单字，还有哪一些单字呢？因为这一课要学的事情就是地方的事情，所以呢，这些地方用日文的话怎么讲呢？はい、第一个学校怎么说？学校、学校、学校。那么第二个。教室怎么说？教室、教室。哎，那么第三个，厕所怎么说？トイレ、トイレ。那么下一个，公司呢？公司怎么说？会社、会社。然后公司资源叫做会社員、会社員。这个是第一课的时候学的呢。然后下一个会议室怎么说？会议室，会议室。那么下一个银行，银行，银行。然后银行人员叫做银行员，银行员。哎，然后补充一下，饭店怎么说？ホテル。ホテル。下一个カフェ店、喫茶店、喫茶店。下一个便利商店、コンビニ、コンビニ。那么开始我们的重心的部分吧。ここはです、そこはです、あそこはです。じゃあ地方的事情。はい、一念一下。ここはコンビニです。そこはコンビニです。あそこはコンビニです。はい、那么请造句。
あそこトイレ、あそこトイレ、然后肯定句的话，はい、あそこはトイレです。あそこはトイレです。那里是厕所。这个，ここ、教室、ここ、教室。はい、然后否定句，请造句看看。ここは教室じゃありません。ここは教室じゃありません。はい、然后下一个，あそこ、ホテル、あそこ、ホテル。然后肯定句。あそこはホテルです。あそこはホテルです。那里是饭店。はい、下一个。ここ、喫茶店。ここ、喫茶店。然后否定句。所以、喫茶店就是カフェ店。はい、所以、ここは喫茶店じゃありません。ここは喫茶店じゃありません。这里不是カフェ店。这样子。はい、那么下一个。请看这个照片。然后呢？はい。他在那里。然后说，ここは東京ですか？ここは東京ですか？回答す。はい。そこは東京です。はい。そこは東京です。はい。ね、次。東京タワー。ね。はい。そこは東京です。はい、下一个。はい、チャリ、知道吗？はい、那个地方、对不对？はい、然后他说、ここは東京ですか？ここは東京ですか？いいえ、そこは大阪です。いいえ、そこは大阪です。不是、那里是大阪。这样子。但是呢、いいえ、そこは東京じゃありません。他なんか、チャリ是、はい、ここはどこですか？ここはどこですか？そこは京都です。そこは京都です。じゃん。はい、生、シャイキ。はい、シャイカ。はい。ここはどこですか？ここはどこですか？そこは沖縄です。はい、そこは沖縄です。はい、チャリス、沖縄。ソンシェン、沖縄。沖縄。はい、シャイカ。ね。はい、シャイカ是、まあ、地方、或者是人物、或者是东西、放在前面。は、あそこです。如果是特定的找某一个东西、あ、厕所在哪里。シャマだね。まあ、住地放在前面。はい。念一下。デパートはここです。デパートはここです。佐藤さんはそこです。佐藤さんはそこです。スマホはあそこです。スマホはあそこです。这样子。然后、不知道在哪里的话、要讲什么。哪里叫做どこ。所以、问的时候的话、え、デパートはどこですか？佐藤さんはどこですか？スマホはどこですか？这样子。首先是造句的练习。学校、あそこ。学校、あそこ。学校はあそこです。学校はあそこです。喫茶店、そこ。喫茶店、そこ。喫茶店就是カフェ店。喫茶店はそこです。喫茶店はそこです。下一個。はい、念一下。コンビニ、そこ。コンビニ、そこ。コンビニはそこです。コンビニはそこです。コンビニ就是便利商店。先生、あそこ。先生、あそこ。先生はあそこです。先生はあそこです。はい。所以、人物也可以ね。あ、先生はあそこです。这样子。はい、下一个。山田、教室。山田、教室。三天先生、小姐、在教室、怎么说呢？山田さんは教室です。山田さんは教室です。パソコン、部屋。パソコン、部屋。パソコン上是、電脑。
パソコンは部屋です。パソコンは部屋です。はい。電脑在房间的意思。部屋就是房间。パソコンは部屋です。パソコンは部屋です。はい。请造句看看。あれ、相机在哪里？出ますよな。カメラはどこですか？カメラはどこですか？然后那边。カメラはあそこです。カメラはあそこです。下一個。銀行在哪里？ってますよな。銀行はどこですか？銀行はどこですか？然后。銀行はそこです。銀行はそこです。銀行在哪里？ああ、厕所在哪里？はい、言ってますよ。トイレはどこですか？トイレはどこですか？トイレはあそこです。トイレはあそこです。OK。じゃあいいか。は、こちらです。は、こちらです。はい。すぐな、こちら、也是、まあ、ここそこ、あそこ、どこが很像。但是な、比较礼貌な讲法。はい。ここ、就是こちら。そこ、就是そちら。あそこ、就是あちら。那么、どこだわ？どちら？这样子。一年間間。事務所はこちらです。事務所はそちらです。事務所はあちらです。事務所はどちらですか？这样子。はい、なあ、次、出ましょうな。お手洗い、就是、トイレだ、好听一点点的讲法。トイレ、面前、お手洗い。お手洗い。お手洗いはどちらですか？お手洗いはどちらですか？はい。お手洗いはこちらです。お手洗いはこちらです。え？はいか。はい。老师在哪边？はい。先生。いきますよ。先生はどちらですか？先生はどちらですか？どちらですか？先生はあちらです。先生はあちらです。はい、ラホナ。はい、次ぐ。シマシマはどちらですか？いえよ、チータだ4ファ。はい、チータマ。ミスナーゴーレン。いかい4つぐ4ファ。はい、ラホツグ。ゼマニエンナ。お国。お国。ラホツグね。マレーシア。マレーシア。マライシア。お国はどちらですか？お国はどちらですか？マレーシアです。マレーシアです。这样子。はい、はよいか。あなたの大学、ニーダターシュエ。あなたの大学、あなたの大学。日本大学、日本大学。あなたの大学はどちらですか？あなたの大学はどちらですか？日本大学です。日本大学です。はい、下いか。ゴージャーダ、ドンシー。のです。そう。なごだどんし。大事ね。はい、一年者。これは台湾のスマホです。これは台湾のスマホです。はい。次じゃあ、そう。靴。靴。シエズ。靴。これはどこの靴ですか？これはどこの靴ですか？日本の靴です。日本の靴です。ね、サリス・ルーベンでしょ。ジョス・ルーベンのシエズ。日本の靴です。日本の靴です。はい。アホツグ。カメラ。カメラ。アホタリス。韓国。韓国。ハンゴー。これはどこのカメラですか？これはどこのカメラですか？韓国のカメラです。韓国のカメラです。はい、シャイカ。これはどこのパソコンですか？これはどこのパソコンですか？はい。はい、サリス。アメリカのパソコンです。アメリカのパソコンです。アメリカのパソコンです。はい、シャイカ。はい、シャイカス。これは円です。チェンダスチン。どうさおチェン、どうさおチェン。これは100円です。これは100円です。
然后问对方这个多少钱的话，これはいくらですか？いくら就是多少钱ね。これはいくらですか？これはいくらですか？はい。那么再一次复习一下，这个一百、两百怎么说呢？はい。百、百、二百、二百、三百、三百、四百、四百、五百、五百、六百、六百、七百、七百、八百、八百、九百、九百、千、千、一千、一千。OK? 要小心的是这个三百、还有六百、八百。ね。跟其他不一样ね。其他的话、百。然后、二、百、二百。对不对？但是呢、三百。然后、小心的是、不可以讲一百、百就好。OK? 再一次念一下。百、二百、三百、四百、五百、六百、七百、八百、九百、千、一千。下一个是这个，一起念一下。千、千、或者是一千、一千、二千、二千、三千、三千、四千、四千、五千、五千、六千、六千、七千、七千、八千、八千、九千、九千、一万、一万。小心的是诈骗。再一次念一下。千、一千、二千、三千。小心哦。三千、四千、五千、六千、七千、八千、九千、一万。はい。ね。千、一千是可以。但是要讲一万，不可以讲万。一万，这个地方有一点点辛苦。但是如果大家呢多念几次就背得了一点点，就大家去旅行的时候多多用看看。最快学好语言的方法就是实用，所以呢大家去旅行的时候请大家用看看。はい、这个蛋糕はい多少钱呢？はい、チーズマソチー。七、七、所以、七百、七百。然后、八ね、八怎么说？八、八、所以、八十、八十、七百八十円、七百八十円。OK? 下一个。はい。ミルク、ミルク、就是牛奶。はい。这个多少钱呢？三怎么说？三，三就是三，但是要小心，三百，三百。然后二十怎么说？二就是二，所以二十，二十，三百二十元，三百二十元。はい。那么这个腕時計，腕時計。この腕時計はいくらですか？この腕時計はいくらですか？四、ね、四ね、四就是四、所以四千、四千。はい、上牌叫做九百、九百。はい、四千九百円、四千九百円。はい、次、はい、次叫什么？记得吗？这个叫做靴、
靴。この靴はいくらですか？この靴はいくらですか？はい、ち、はい、七、そい、七千、両じゃおせまな、六、但是呢，六百的时候要小心。六百，はい、7600円、7600円。はい、これは7600円です。この靴は7600円です。はい、シャイカ。このカメラはいくらですか？はい、2万ゼマソナ。2万。然后5000。はい、ウジャソ5。そい、5000。5000。はい、25000。就是25000。然后400。数字叫做4。所以25400。25400。はい、25400円。25400円。このカメラは25400円です。はい、自転車。脚踏車。はい、自転車。この自転車はいくらですか？これはいくらですか？はい、パーワン。パー叫做8。8。所以、8万。然后、3怎么做？3。はい、但是、3000要小心。3000。83000円。83000円。はい、那就这样子。我们学完了第三课的复习的内容了。大家真的辛苦了。我这样子一个一个教下去哦。然后呢，下一课的影片就是新的单元了。所以呢，新的单元开始之前，大家多多复习一下前面的单元。如果大家喜欢这个影片的话，请大家多多订阅伊克老师的 YouTube， 请按赞，然后分享。我有 Facebook 的粉丝团，也有 Instagram， 请大家追踪一下。那么，大家下一个影片见哦，拜拜，じゃあねー。